はいどうも、コンシェルジュです。あのね、正論を元カノ元彼に言って、で、喧嘩になって別れてしまった。で、正論じゃなくても、なんか自分が気に食わないこと自分が、え、それおかしいんじゃないっていうことを相手に言っちゃって、で、それが積み重なって、なんか仲が悪くなって別れちゃったとかっていう人って結構多いと思うんですよ。で、僕もこの間ね、あの、会ってそれが僕の妻と、すごい大切な話だから、復縁にとってかなり役立つ話だから聞いて、あのね、妻がね、この、 足拭きマットです。これあの、お風呂上がったところに置いておくやつ。で、これ、軽装ドマットみたいなやつで、ええー、とね、その水分を吸い取ってくれるんですよ、足の。で、これ、昔、昔っていうか3、4年ぐらい前に、アスベストが入ってるだかっつって、で、あの、全国的にね、その回収っていう風になった事件があったんですよ。これぐらいの時期に、こういう型番のその軽装ドマット買った方は、あの、回収しますって、多分ニトリだったと思うんだけど、 で、僕らもその時にあれ、該当するかなと思って調べたんですけど、もう使ってるし箱だって捨ててるから、何にもその表示のシールとか刻印もないし、えーこれ、アスベスト含まれてるって思いながら、ね、この、こういう商品は直接ゴミには出さないでください。回収しますでってなった事件みたいのが、今から3、4年ぐらい前にあったんですよ。わかんなくて。で、そのまま使ってたのよ。 そしたらつい最近、これを、嫁がね、僕の妻がね、足のその水の水分の吸水率が悪くなったっつって、あの、紙やすりで削ってたの。はははと思ってさ、え、ちょ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 、待ってって言っちゃって、で、僕、ただでさえ、喘息もともとぜんの毛がある人間だから、だからコロナとかも怖かったんだけどさ、 いやそれアスベストが入ってるかもしんねえって言ってでも分かんないからそのまま使ってたものだよねって僕言ったんですよそれを削るって何事本当それを削るとかありえないじゃんと思って入ってないかもしんないけど入ってるかもしれないっていう話になってたよねでも分かんないから回収し,してくれっつっても回収してくれるかも分かんないし だから仕方なしに使ってたやつだよね。そう、えって言ったんですよ。そしたら奥さん的には、いやだって吸水率があって、あの、水分拭き取って吸い取ってくれなくなったんだもんって言ってるわけ。で、その時に僕は思った。っていうかこう言った。あ、OKOKOK、OK OK OK、だよね。吸水率悪くなったらそれ仕方ないね。もうごめんね、削らしちゃってって。 ありがとう、ありがとう。ただ、ここ、ほら、あの、ストーブの前ぐらいでやってたから、あの、ストーブの風がブワーってくるやつ、ファンヒーターみたいなやつ、ちょもうちょっと違うところでやろうかっていう感じの話をしてで、ごめんね、ごめんね、やってくれてありがとうって言って終わったんです。で僕の心の中は、ふざけんな、お前、全員殺す気かよって、その時もずっと思ってましたよ。はあ、でも、言わない。もう今の僕は言わないんです。 そして、あの、家族と共に、家族と共にね、あの、ま、嫁と共に、その時子供がいなかったから、共にアスベストを吸って死んでいこうって思いましたね。これが重要。すごく重要じゃない。同じことをあなた経験してみ絶対言うでしょ。当たり前だもん。入ってるかもしんねえ、アスベスト削んなって。ねえ。それをあなたは言ってたの。なんか気持ちかな、これ。プラ、プラシボ効果かな。プラセーボ。 効果だと思うけど、なんか今喉がイガイガしてきた。<laughs> こういうことってめっちゃやったと思います。どうちょっと自分との意見と違うこと。で、えー、意見と違うのみならず、どう考えても正しいでしょっていう。俺100人中100人に聞いたら100人それ間違ってるって言うと思うっていう、これ。があったとしても、言わない自分を身につけて、うん、死ねばいいじゃない。 じゃ,あじゃあそのねその腎肺って言うんだっけジンの肺石綿でさアスベストでさ肺が悪くなってさなんかすごいその危ない危ないなんか健康被害があるよね被害を受ければいいじゃないじゃん。それで死ぬんだったら死ねばいいじゃないそこでその言っちゃう性格を直していかないとダメなのだから僕もそのアスベストを入ってるかもしれない粉を多分吸った、うん、横で嫁が削ってたからね <laughs> それで,で「いいじゃない」にすることによって嫁は幸せ、ね、幸せにアスペストをアスベストの軽装のマット削り吸水率もアップ、うん、でえ僕も、まあ「いいじゃない」と思って、えーまあ、対応することで嫁とそれ以上の喧嘩にはならない言い,い争いにもならないで嫁もたまらないそのイライラがで僕ももう「いいか死ねばいいんだ」ねあの <laughs>、あのー、肺が悪くなって死ねばいいんだと諦めることで何か こう、人生に対する定感うん、前向きな諦めみたいなものを手に入れることもでき、その後、何にも、その自然に暮らしておりますこれですよ。これをあなたは許せないの。許せない自分捨てよう。うん。許せないのなぜっていうと、根本自分が嫌だからなんですよ。自分に害がある。自分がイライラする。それが嫌だから。うん、だから、その相手に言っちゃうんでしょ で、こういうスタイルっていうのは、あの、本当日常から、日頃からやっとかないと、いざっていう時に出てこないから、あなたも、その、日常生活の中で会社とか、家族、親とかとの関係性の中とか、とにかくコミュニケーション、人間とのコミュニケーションの中で、僕のこの行動を意識して、あ、こいつ、アスベスト吸ってたなってことを思い出して、したらできない。僕はアスベスト吸ったぜ。多分、アスベスト入ってると思うけど、吸った。<laughs> いいじゃない、それねっていうことを、 言ってる奴がいたなってことを思い出して、あなたがイラッとした時、腹立った時、なんか気に食わないことが起きた時に、その損害を受け入れればいいじゃないっていう気持ちを持ってほしい。で、その時に、例えば明らかに僕がその嫁がね、あの横でアスベスト削り師をやってたとした時に、してた時に、ゲホンゲホンになったらさすがに言うわ。その瞬間ゲホンゲホンになったらさすがに言う。いや、本当今ゲホンゲホンになってるのわかるでしょ。 それでもやるんだったらやって苦しいって言っとくねって多分僕も言うと思う、うん、そうすると嫁もやめてくれるんだろうしでも今目に見えない損害は保険かけなくていいよ保険かければかけるほどまあ自分にとっては利益になるかもしれないただ人間関係は悪くなってくよ、ね、このことを本当に,強く,に強く心に刻んどいてもらってで日頃からそういう生き方をして そうすると、何かその元科の元彼とか、まあこれはその夫婦にも役立つ話だから、夫とか妻と、なんかの表紙に話になった時に、そういういいよ、いいよの姿勢が出るから。それは温かさだよね。人間関係に対する温かさ。その相手に対する気遣いとして相手を受け取ってくれるからさ。それをやってなかったから、別れるって言われてんだ。もしくは別れちゃったんだ。 まあ他にもいろんな理由はあるけどさ、その大きな理由の一つが、こう細かいこと気になっちゃった時に、気になったままに嫌な雰囲気出す。やめてって言っちゃう。<うん S 1> で、相手がだってこうなんだもんって言った時に、でもさ、って言っちゃう。正論だから。それをやめて。ああ、いいよいいよ、分かったかった。そうだよね、そうだよね <laughs>。足べちょべちょだと嫌だよね <laughs>。削っていい <laughs>。っていうふうに言える気持ちを持って。はい。 今回はそんな話でした。うん、頑張っていきましょう。コンシェルジでした。ではまた。